はい、皆さんこんにちは。今回はデスピア、ドラグマ、デスフェニックス使っていきたいと思います。お相手は戦闘機雫リンク召喚から肉戦度ですね。まあ、雫のサーチ通したらめんどくさいんで、とりあえず無限包囲を投げていきましょう。これでサーチを封じていきます。で、こちらの高校1段目ですね。ハンドはね、正直なかなかいいです。止められなければ止められるだろうけど、だよね無限包囲を打たれていきます。で、アルベルのサーチは止まりますけども、とりあえずエクレシアちゃんを特殊召喚、ゾウジー投げられたんで、そこにチェンしてフルルドリス特殊召喚していきましょう。正直ゾウジーはめんどくさい。で、エクレシアちゃん特殊召喚ですね。で、エクレシアちゃんの特殊召喚成功時の効果ですね、デッキからドラグマカードを手札に加えるっていう効果、こちらを発動してしまうとエクストラデッキからモンスター特殊召喚できなくなるんで、エクレシアちゃんは特殊召喚するだけに留めておきます。そして2体のモンスターでリンク召喚、ベルティアナコンダと。で、赤の楽園があるのでアルベロ墓地に送りたかったんですね。なおかつデスペに戻すと、ということでアナコンダの効果発動に、そこにチェンしてウィドウワンカーを打たれます。ウィドウワンカーはあくまで対象に取ったモンスターの効果を無効にするっていう効果なので、赤の楽園を発動して融合スタインすることでベルティアナコンダの効果無効を回避していきましょう。まずはアルベロをハンドに、そしてドラマトルギアとベルティアナコンダで融合召喚、各社クリューマスカレード、まあ、これが強いですね、やっぱり。そしてフューデスの効果でデストロイフェニックスガイを出していきます。ただまあここまで引かれたら当然なんだけど、ニビルが降ってきますので、デスペニでとりあえず外れていきましょう。まあ、しゃあないですね。で、雫を割っちゃうと墓地からレイちゃんが飛び出てきちゃうんで、雫は割りませんでしたっていう感じです。まあ、とりあえず次のスタンバイフェーズデスペニが蘇生するんで、それでなんとかしていきたい、そんな感じです。スタンバイフェーズデストロイフェニックスガイは蘇生、まあ、シャークキャノンも墓の指名者もなかったのはでかいですね一旦増援からレイちゃんをサーチ、そのままバトルと。レイちゃん召喚しないんだな。まあ、召喚したら、ああそうか、そうだね。ああなるほど、ね、ベルティアナコンダを使いたかったということですね。ですがこっちも同じことをしてベルティアナコンダ死ぬ気で止めていきます。デストロイフェニックスガイ墓地から蘇生する効果を打ちますが、そうなんですよね、エンゲージがハンドにあったらシャークキャノンを使われてしまうんですね。で、シャークキャノンを使われてしまうと相手のフィールドにデストロイフェニックスガイが特殊召喚されていきます。ただ相手フィールドに特殊召喚されたのは結構強硬で、あいつを破壊さえしてしまえばデストロイフェニックスガイもう一回こっちのスタンバイフェーズに蘇生するんですね。なんでどうにかそれを狙っていきたい。デスフェニーの効果でダッシュガイを、墓地から蘇生していきます。そしてアルベル召喚から楽園劇場デスピアサーチで、ダッシュガイの隠された効果、モンスター1体リリースして打点を3100にすることでデスフェニー取っていきましょう。これで次のスタンバイデスフェニーが蘇生されます。マスカレードでダイレクトアタックで、なぜか守備表示になるっていうわけわからん効果ですね。から楽園劇場デスピア、そしてオルカの埋葬ですね。悲劇のデスピアを墓地に送ることによって、ドラマトリギアをサーチ、そして楽園劇場デスペアの効果、2体のモンスターで融合召喚していきます。まあ、もちろん出すのは各社クリューマスカレード、こいつがいると600万が入っていくんで、あと相手は効果を7回しか使えませんが、7回使えたら十分でしょうねハンド3枚しかないしとりあえずディバインガイの効果で2枚ドロー、エクレシアちゃん効果ですね。特殊召喚してフルルドリスを、サーチ、そのまま超融合セットしてターン移動と。ただね、ここ完全に、はい勝った勝ったと思ってドヤ顔で攻撃表示でモンスター並べてるんですね。はい、もう俺の勝ちでーすと思って。ライスト打たれました。で、墓地に楽に開幕ないんで、どうしましょうみたいな感じです。とりあえず超融合を打って、2体のモンスターでデスピアンクエリティスですね。まあ、ちなみにここはエクレシアちゃんを素材にしたのはなんとかわかりません。多分ライストにびっくりして、エクレシアちゃん素材にしてます。マスカレード素材にする方が良かったんですけど、これ完全にびっくりしてますね。とりあえず戦闘機のカガリが出てきます。ロゼちゃんからカガリですね。で、カガリの効果、ウィドウワンカーサーチされるってことに加えるとやばいんで、ドラマトルギアでしっかり止めていきましょう。そして1体のモンスターで戦闘機、ハヤテ。で、バトルフェーズですね。メインフェーズ終了時に、クエリティスの効果を打たなかったんですけども、戦闘機のやつらは別に、こいつらすぐ変われちゃうんで、またを鎧を変えるだけで変わっちゃうんでね。なんで打ちませんでした。どうせ変わらないだろうということで。てか、なんかね、このメイン終了っていう宣言が劣りに見えたんで、相手発動しませんでした。相手は戦闘機カイナから、ドラマトルギアの攻撃を無効にして戦闘機雫ですね。ちょっときつい、ただ伏せはないのでそこでなんとかしていきたいですね。エンドフェーズマスカレード蘇生していきます。モンスター3体並んでるのは強いんじゃないかな。そして墓地からデストロイフェニックスガイが蘇生と強いですフェニー。で、ドラマトリギアの効果で雫の効果を無効にしていきます。まあ、これで、あとは殴っていくだけで勝ちですね。多分。カイナ1枚しか入ってないだろうしね。まあ、こんな感じで、
デスピアと、ドラグマとデストロイフェニックスガイっていうわけわからん妨害を敷いていく感じのデッキです。それでは2戦目、こちらの先行ですが、マジでやることなくて、そのままターンエンド。てかね、これね、相手がこっちに先行渡してきたんですよ。ってことは高校デッキで、今最も環境にいる高校デッキってヌメロンなんで、このターンにワンパンされることほぼないんですよね、正直。なんで、そのまま終わっています。で、ヌメロンということで、あんまり、サイフレームギアガンマは投げたくありません。反応にヌメロンネットワークがあったら、こいつらのまた増えちゃうだけなんで、発動しませんでした。ということで、相手はヌメロンから展開。うぜえ。ま、この後、何のモンスターが出てくるかで、この先の展開がだいぶ変わってきますが、4体のモンスターでリンク召喚。出てくるのは、ジャックナイツ・パラディオン・アストラムですね。まあ、だいぶきついですね。トップドロー次第といった感じ。トップドローはアルバスの楽園ということで、もう勝ちです。一旦ライスト打っていきましょう。2ビルがあったら無理ですけども、2ビルがなかったら勝ちです。ハンド1枚切って融合召喚。光属性モンスターとアルバスの楽園ですね。2体のモンスターで楽園竜アルビオン。で、アルビオンの効果で、またまた融合召喚していきます。で、アストラムが効果を発動してデッキバウンスしてきますけども、効果は通っているので、2体のモンスターを除外して融合召喚。各色竜マスカレード。そして、悲劇のデスピアン。一応サーチ効果を入れてドラマトリギアですね。ドラマトリギア出して、アルベルをサーチ。で、これでアルベル持ってきておくことで、ジジュン、楽園劇場デスピアの効果で、デストロイフェニックスガイを手札融合することができます。だから何なのかって言われたらそれまでです。で、2ビルがないということで、ヌメロンドラゴン出して、攻撃力を9000に上げて、ヌメロンパンチをしていきます。まあ、アルバスの楽園が入ってるんでね、こういうこともできますよっていう感じです。まあ、いつものデスピアデッキといった感じでしょうか。それでは3戦目、こちらの先行ということで、アルベル召喚していきますが、ハルーララを投げられていきますので、そこはハカードの指名者で止めていきます。まあね、融合はできないんですけども、とりあえずサーチはしとかないとまずいんで、楽園開幕をサーチ。そして、フューデスですね。もう、ウララはないんで。デストロイフェニックスガイ出していきましょう。まあね、ドラグマ引いてなかったら、こうやってデスピア、デストロイフェニックスガイの展開でしていくだけっていう感じですね。超融合は、伏せ受けが怖いんで、一旦伏せません。まあ相手が何のデッキ使うかもわからないしっていうことでデスペニですね。何のデッキかわかりません。一旦抹殺の指名者で増殖する G は止められていきますので、これはかなりきついです。ただまあ次のターンに、楽園開幕から展開していきたいかなっていう感じですけども、よく考えたらこっちのフィールドにデスペニが2体いるんで、それは無理かな。あ、違う、フィールドにデスペニが2体いるんで、こっちね、効果を発動せざるを得ないんですよね。で、相手がチェーン組んで発動するんですけども、その場合ってこっちのカード破壊しちゃうんですよね。デスペニってあくまでフィールドのカードを2枚選んで破壊するっていう効果なんで、こうなっちゃうんですね。で、相手蘇生に合わせてハカードの指名者を打ってきますが、そうすると相手のデスペニも止まります。ちなみにここはリプレイなんで、だんだんと進んでますけど、相手これ1分ぐらい悩んでました。そりゃ悩むよなって感じだけど。自分のデスペニ使えなくなっちゃうんだもん。ということで相手は一伏せエンド。で、あのハンドが何かですよね。まあ確実に手札誘発だとは思うんですけど、伏せてないから。とりあえずライストで伏せ除去していきましょう。ハーピーですね。一旦に伏せしてディバインガイを発動。ダッシュガイを除外して2ドローですね。いいカード引いたんで、楽園開幕から悲劇のデスピアンを切って、アルベルをリクルート。そのままアルベルの効果と悲劇のデスピアンの効果が発動していきます。ドラマトルギアをサーチして、アルベルの効果で楽園劇場デスピアンを発動、サーチと。そして2体のモンスターで融合召喚していきましょう。で、手札誘発っぽいのに、投げてこないんですよね。ゾウジーも、ウララも、ワラシも。なので、2ビルケアということで、ここはここまでの展開にしておきましょうっていう感じですね。とりあえず次のドローフェーズに赤の楽園を打つことで、ドラマトリギアを蘇生しつつ、各尺竜マスカレード2体目を立てて、相手に2回しか効果を発動できませんよっていう体制を整えていきたいっていう感じですね。まあ、ハンド2枚なんで、あんまり関係ないかもしれないけど、悲劇のデスピアのサーチ効果とドラマトリギアの墓地から特殊召喚する効果がチェーンを組んで発動、アルベルをサーチ。まあ、普通にね、ドラグマ引かなかったらそれまでなんで、こうやって展開したらいいだけですね。相手はトライブリゲードなんで、ここで終わりです。もう無理じゃろ。まあ、フラクトール発動して、あ、除外するカードがないか。なんで無理ですね。デッキレシピはこんな感じ。まあ、普通にね、ドラグマデスピアにデスペニギミックを入れたっていうだけですね。なので、まあ、すぐ簡単に作れると思います。基本的に心拍引いてれば、この辺のカードはすぐ揃うんで、ただ、あとはあれかな。こちらの泥酔魔獣バグースか。今回採用してるのはですね、こちらのエクレシアちゃんがいるということで、エクストラデッキから特殊召喚されたモンスター。まあ、例えば、バロネスとかですね。相手フィールドにバロネスがいたら、アルベルを通常召喚して、で、サーチをせずに、
エクレシアちゃんをそのまま得しようか。まあここでバロネス使われたらそれは知りませんけども、使われなかったらそのままバグースカを融合し、エクシーズ召喚してバロネスを機能停止にしましょうねっていう感じです。まああんまりね、バロネスがエクレシアちゃんに打ってくることはなかったです。まあ多分どっちかって言ったらフルルドリスに打ちたいんでしょうね、サーチしてきた。なんで結構止められないことが多かったんで、なかなか決まりやすいかなと思います。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。